幅が広かったりな。それ良くないってことですか？あんまり日本人はあんまり、海外の人が普通体型って思ってる姿も太ってるっていう風に感じてるから。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kat the Cat. Thick is a word I learned recently about and the trend of curvy girls being popular. I love it. But how does Japan react to the whole thick trend where the girls tend to be generally skinny? So let's go and ask Japanese. ティックの体型の女性が海外で流行ってるんですけど、それ聞いたことありますか？大きいってことですか？そうそう。ただ何が大きいかというと、お尻が大きい、太ももが大きいが、海外でなんか反応が今すごかったんですけど、海外で流行ってるんですけど、それについてどう思いますか？結構洋画、アメリカの映画とか好きで見るんですけど、やっぱりこう。なんでしょう、一般的に言うナイスバディというか、関心が大きいな人っていうのは、すごい外人の人の好みっていうのはすごい僕は分かるんですけど、なんなんでしょう、僕はあんまりかな、実際周りにいないというか、日本でずっと育ってきたので日本の文化しか知らないっていうのもあるんですけど、細身なんですかね、やっぱ日本人の人っていうのはやっぱりそれに慣れちゃってるんで、そのいいとは思うんですけど、やっぱり見慣れないというか。慣れない部分が全面的に出ちゃうので、細い方がいいのかなっていう、個人的な意見としてはあるかなとは思いますね。僕もあんまり分かんないですね。細身の人の方が多分日本人受けするし、日本人多分ほぼみんな理想としてる人は多分細身の女の人なんで、実感はないですね。アメリカのその太、大体どういう人か分かるんですけど、僕はそんなに好きではないっていうかタイプではないです。しばらくお待ちください。細すぎるのは辛いとか、そういうなんかありますか？細くないからな。そう。なんかアメリカの人から聞いたのは、最近逆にアメリカでポンってすごい流行ってるんですよ。ポンキュポンっていい感じの、逆に人がそこにちょっとだけ物入れたりとか太くしたりとかするんですよ。羨ましい。すごい。こんな世界に行きたいね。アメリカ行こうかな。なのでそれと比べて日本とどうなんですかね？日本人は細いのに細くなりたいとか言いがち。そう。だからこそ細いになりたいっていう。もうすでに細いのに。そう。めっちゃ細いのに、でも痩せなきゃとか、痩せるところないじゃんって思います。痩せれば痩せるほどいいみたいな感じだよな。男性が求めてる痩せ方、それも女性が自分に厳しすぎるんですか？女性が自分に厳しすぎる。男性は多分ちょっとなんか。肉付きがある方がいいみたいに言うけど、女の人はなんかもう細い方がいいみたいな。自分ちなみにどうなんですか？自分にどれぐらい厳しいんですか？全然厳しくない気がする。甘いめちゃくちゃ甘い。バレー部でそうガタイがいいからもう諦めがある。半分諦めてる。諦めがある。ガタイがいいっていいことじゃないですか？でも日本人だとなんかガタイ良かったらなんか嫌よね。ごついから、そう肩幅が広かったりなするから。それ良くないってことですか？あんまり日本人はあんまり。じゃあちょっと女の人は運動神経ない方がいいってことですか？なんか華奢で細くて、なんか肩幅も狭くて骨細でみたいな、お尻もちっちゃくてみたいな感じの子がモテるよね。海外の真逆じゃないですか？こうポンキュポンみたいな。そうなんかな。海外行く？行かない。本当に行きたいね。アメリカ行こうかな。国の文化羨ましくて。そう。じゃあ日本の女性はある意味筋肉つけたらちょっと日本女性らしくないって意味ですか？着物もなんか細い方が似合うとか言うし、ふっと肉ついてるのは良くないみたいな感じで、厳しい。いらっしゃいませ。今日本で理想だろうなーと思ってる女性の体型とか見た目とかは何ですか？私は結構海外が好きなので、日本人っぽくない体型、なんか足長くて、外人さんの足ってなんかまっすぐじゃないですか。すごい大脚とかじゃなくて、手足が長い人が憧れるなって思います。すっごい綺麗だなって、いつもすれ違ったりとかするときにあーって、そこで気になるんですけど、その海外の体型は大体このカービィなところあるじゃないですか。それも憧れてますか？めっちゃセクシーですごいそういう文化がいいなって思います。日本はなんか細くないとダメみたいな感じじゃないですか。海外ってなんかちょっと太ってたりする方がなんかいいみたいな、そういうのすごいかっこいいなって思います。じゃあ日本は細くなくちゃいけないですか？いけないってわけじゃないけど、多分それが綺麗みたいな。日本って多分海外より体重とか身長めっちゃ気にすると思うんですよ。多分海外とかって多分なんか見た目が綺麗だったらもういいみたいな、そこが多分いいなって私は。ってことは海外ではちょっと太っても女性が可愛かったらいいけど、日本ではちょっと太ったらもう許さない。もうそんな多分感じだとそうだと思います。なんかその日本の女性の理想は大体どこから来てるんですか？メディアとかテレビとかモデルさん、ポップティーンとかセブンティーンとかのモデルさん、みんな細いから多分。あ、なんかみんなと一緒にしなくちゃいけないプレッシャーみたいなのあるんですか？みんな一緒みたいな、多分そういう感じはすごい多いと思います。いろんななんか文化があるじゃないですか、海外って。多分日本はそれに比べたらみんななんか一緒かなみたいな感じかな。もうちょっとバラエティを作りましょうって感じですね。もっと個性的になりましょうみたいな。いいと思いますよろしくお願いします。今最近海外でボンキューポンがものすごく流行ってて、もうお尻が足りない人をお尻にもっと中入れたりとかするらしいんですよ。日本の理想は女性はどうなんですか？いや、やっぱり細い方がいいなって思います。細くなりたいです。足がもうスラってなるくらい細くなりたいなって思います。やっぱり細い方がモテると思います。日本では細い方が、はい。じゃあ日本の女性の理想など何だと思いますか？日本人の女性が思ってる理想の体型はなんか、まあ、本当に細いみたいなガリガリみたいな感じなんですけど、でも男性の意見からしたら別にそんなに細すぎてもっていう、細すぎず太すぎず、なんか普通の体型が一番モテるんじゃないかなって。そんなガリガリ男性が望んでないってことですね。多分望んでない。女性の理想像の本当の女性は自分は細すぎるって思います。結構一緒なんですけど、理想が違うっていうか、太ってるの概念があんまりちょっと男女で違うなって思います。なんか女子が私太ってるみたいないうのを正直男子からしたら全然太ってるって思わないし、理想そのぐらいがいいのになと思っても、なんかもっと痩せたい、痩せてるっていうのがちょっと結構男性からしたらすごい行き過ぎぐらいな感じはします。パンパカパン。じゃあお尻がポンしてるステックの女性が今日本で流行ってたりしますか？多分日本だと流行らない気がします。お、なんででしょう？海外の人が普通体型って思ってる姿も太ってるっていう風に感じてるから。日本人の女の人自体がガリガリになりたい願望がみんなあると思います。細い方がいいっていうモデルさんみたいな体型に憧れてる人の方が多い気がします。モデルさんになりたいみたいな痩せ方、みんな友達とかしてたりしますか？してるかもしれないです。炭水化物抜きダイエットとか。なんで細い体型が日本で流行ってると思いますか？ここ何年か多分ピタッとした服装が流行ってたのがあるかもしれないです。磯出しとか割とオーバーサイズに華奢な子が着るのが可愛いみたいなのが流行ってるのが関係してるかなと。よくスタイルがいいって言われた時には、最初私思ったのはファッションがいいと思ってても、スタイルがいいって意味はスキニーってこう意味ですかね。痩せてるって意味ですか？そうですね、多分痩せてるの方が強い気がします。痩せてる方がなんかスタイルもよく見えて可愛いかもしれないけど、なんか普通でもいい人はいる、なんか太っててもいい人はいるしっていう感じです。なんかあんまりプレッシャーないです。もう諦めました、割となんかある程度しか無理だなと思って、なんで体質なんで太りすぎないようにしようぐらいです。なんか K-POP とかそういうイメージです。もしかしたら K-POP からちょっと流れてきた痩せ方みたいなあるかもしれない。若い方が、中学生とか高校生の方がダイエット頑張ってるイメージがあります。若い人の服装の方がもっとなんかスタイルが見える感じのファッションが多い気がします。すべての質問でした。ありがとうございます。So that's a new term for many Japanese people. Many were very surprised when I mentioned the trend to them that it's okay to be curvy. Nice, thick, curvy hips. That is okay in maybe America, but not so much in Japan. So most Japanese people think the idea of thick being popular is very new, kind of surprising. They kind of think, all right, you know, I can't imagine this being popular or being popular abroad. But it is not something that is popular right now in Japan and not in the foreseeable future. However, most girls said they would love if this became popular in Japan because the Japanese beauty ideal is still very, very excluding different body shapes. So hopefully in the future, different body shapes will be more included into the Japanese beauty ideal. So different shapes. I love people of different shapes. I hope we can push this more in a culture where different shapes and types and everyone is just accepted. That'd be great. So yeah, hopefully we get there sometime here in Japan. But like I said, we're not there yet, unfortunately. On that note, what's your opinion on thick girls? Yes or no? Let us know in the comments down below. Look forward to reading your comment. And if you are new to the Ask Japanese channel, don't forget to subscribe for more content. We ask Japanese people all kinds of things. All kinds of things. On that note, if you're curious, subscribe. And if you enjoyed this video, give us a like. Makes a change for us because we try to bring you a lot of videos a week. So hopefully you at least can give us a little like to let us know that you enjoyed this content. And I'll catch you soon for more stuff here from Tokyo. Bye, Ask Japanese. Bye.